ロシアのプロアイスポーケークラブコンチネンタルポーケリーグのホームアリーナです。2日の試合を前に会場では CMG の2024年春版のプロモーションビデオが放映されました。めでたい祝日のメロディやドラゴンダンス、打ち上げ花火が観客を引きつけ、中国の春節の雰囲気を伝えました。2024年は辰年、十二支の中で最も演技が良いとされる伝説の生き物竜の年です。会場では竜をモチーフにした CMG グッズも用意され、観客に中国文化を理解してもらう取り組みとなっています。観客からは春版のプロモーションビデオを見るのは初めてで非常に面白かったという声が上がっていました。В рамках, наверное, того, что сейчас в России в этом году впервые празднуется на официальном уровне китайский Новый год, я думаю, что это будет способствовать развитию культурных и межличностных взаимоотношений между Россией и Китаем. この他、中国人への新春の挨拶やロシアと中国の友好関係を祝福するメッセージも寄せられました。Китайского Нового года я желаю всем здоровья, хорошего настроения и, конечно же, побольше счастья и любви. Давайте дружить и быть счастливыми. И по 米国最大の映画館チェーンである AMC でも2日から春版のプロモーションビデオが上映されています。ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントン DC、サンフランシスコ、シカゴなどの地域に及ぶ1000余りのスクリーンで合計6万回放映される見込みです。